皆さんこんにちは。今日はこちらナディアパークで名古屋学芸大学ファッション造形学科の学生による卒業作品のファッションショーが行われるんです。どんなファッションが見られるか楽しみですね。早速行ってみましょう。お話を伺うのは名古屋学芸大学の工場美香さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは、はい、このファッション造形学科の魅力についてどんな学科なのか教えていただけますか。はい、ファッション造形学科は1年では基本的なことを一通り学ぶことができます。はい、2年次からは各自分の興味のある分野について分かれていきます。3年次にゼミでより学びたいことについて深く学べるようになって、4年次にその集大成という形で作品にさせていただくことができます。ファッション造形ということはお洋服を作るっていうことですよね。そうですね。基本的なことっていうのはどんなことが基本的なことになるんですか。そうですね、まず洋服の形を作るのには製図というものが必要になってきまして、製図っていうものと、あとその製図を布で裁断することと、あと組み立てる縫うことが基本的な要素となってくると思います。ちなみにこの卒業制作のファッションショーに関わっている人数どれくらいいるんですか。そうですね、4年生の約60人と、あと3年生も裏で着替えるフィッターさんとして参加いただいていて、でまた舞台を作ってくださる関係者の方とか、本当にさまざまな人の力を貸していただいて、このような素敵な舞台で服を展示させていただいているので、本当に多くの方としかちょっと表現ができないんですけど。じゃあ学校一丸となってこの日を迎えたわけですね。はい、制作期間はどれくらいなんですか。作品を作る前に論文というものを書きまして、でそれが約1ヶ月から2ヶ月の間で書きまして、9月までは仮の布でまず服の形を作るということがありまして、で本布で作ったのは10月から12月、約2ヶ月から3ヶ月ぐらいの間で制作をさせてもらいました。今日の卒業制作のこの日のために作ってきたわけですよね。はい、そうですね。それを拝見させていただくのすごい楽しみです。 ありがとうございます。楽しみにしてます。はい、
の卒業作品も素敵でした。可愛いものもあったし、かっこいいものもあったし、本当にプロが作ったみたいな作品ばっかりでした。さあ、今からその作品を作った卒業生たちの表彰式が行われるそうなんです。一体どんな表彰式になるんでしょうか。賞と、あと、その辺の発表を行いたいと思います。工場美香さん、優秀賞工場美香殿、おめでとうございます。表彰状、最優秀賞北工事マリノ殿、あなたの作品は第13回卒業制作発表会最終審査会において厳選なる審査の結果、優秀な成績を収めました。よってお礼を称します。おめでとうございます。今回の卒業制作展で最優秀賞を取った北浩二さんです。おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか、最優秀賞呼ばれた瞬間。自分が取れるとは本当に思ってなかったので、すごい嬉しかったです。日本における和紙の役割から発想を得た衣服デザインの展開っていう研究をしていたので、和紙を使ってどうしたら面白い服が作れるかということを考えて作りました。ファッションショーに携わる実行委員とかもやっていたので、他の学校では絶対経験できないような授業もそのファッションショーも経験できたのが良かったなと思っています。将来的にはどういうふうに。洋服だけではなくて本当に幅広く家具だったりカーテンだったりに使われるそういう生地のに携われるような仕事をしていきたいなと思っています。これからのますますのご活躍期待しております。ありがとうございます。今日は最優秀賞おめでとうございます。ありがとうございます。今日は卒業する学生の皆さんの素晴らしい作品をたくさん見せていただきました。私もあれだけ発想力があったり洋服を作ることができたらもっと人生豊かになれるんじゃないかななんて、そんな風に思いました。卒業する皆さんの今後のますますの活躍、私もとっても楽しみです。